おはようございます。黒バレカンダのタコです。本日のターゲットホールは貴重な蒲田店さんです。最長は約100人ぐらいの並びの中、入場整理券は88番でした。本日の立ち回りなんですけれども、今までのこちらの放送の傾向を踏まえまして、おそらく店内が全体リセットということで、前回もそうだったんですけども、朝一リセット OK の強い機種から映画作っていこうかなと思っております。でその後はですね、店内の状況に応じて、いろんな立ち回り方を視野に入れつつ、一日頑張っていきたいと思いますので、どうぞ応援よろしくお願いいたします。おはようございます。おはようございます。さあ、とりあえず、前日ありきでやりたいんで、まずはマジハロの6択当てします。2台。よし、頑張るぞ。終わり。これはちょっと話変わったな。生産しました。とりあえずこの画面のまま2台目のマジハロ5打ちます。多分ちょっと回されたんでお客さん来ないと思うんで、まだ2台目のマジハロ5、6択当ていきます。よし、頑張るぞ。これってルミエール、はい、ね、これってルミエール先生の、はい、生産しました。ということで、1台目のマジハロに戻ってちょっと超広角だけ消化します。お、フランケン。はい、ということで、3次ゲームぐらいですかね。人気ボーナス投資が1本。さあ、とりあえずポイント下は特になし。はい、ということで超高額でのヒットだったんで、やる気買って、はい、ということでカブチャンス。これは当たったやつかな。というわけで、これでも RT 終わってるんで、狙いに。というわけで、
で、今日チェリーからかな、あ、今日チェリーじゃない、かぼちゃを狙って、かぼちゃを狙って、はい、ちょっと行こう。これ終了で193枚。さあ、とりあえず確定役からリキスが出たというところで、確定ストックが2個かな。2セット目、はい、3セット目、ないでしょう。はい、残念。はい、ということで、まあ、降格なんですけど、まあ、言っても降格なんで、ART 終了後、すぐの状態でこの台見て、次の台打ちに行きたいと思います。で、前日制だとは思うんですけども、一応、ブラッドプラス機能、まあ、ちょっとハマって、やめてた台、ガックンちょっと見ときます。ガックン。まあ、ですよね。はい、それでは次はゴッドイーターの朝一ノーボーナスゼロゲームの台、この台ちょっと作戦帳だけ確認したいと思います。なしということで、5ゲームでこの台やめて別の台探しに行きたいと思います。では次は化け物語の当日ノーボーナス、まあ、1ゲーム回されてる台なんですが、まあ、店内状況を見ても、まあ、今日もほぼほぼ前台リセットに近い状態だとは思うんで、この台、ハイの状態の50ゲームまで打っていきたいと思います。僕はちょうど先月ここで同じく黒バラ実践したんですけども、その時と同じような朝一の感じで行こうと思ってたんですけど、まあ、マジハラを打ってる間に、まあ、割とリセットの強めの部類の機種がもうほとんど打たれてしまってて、でとりあえず化け物語って感じです。なんでちょっとこの後前回よりは大変になりそうな気はしてきましたね。で、オキドキもあるんですけど、オキドキは結構腰据えてずっと打つ人が多いんで、多分朝に狙いできないんですね。なので、まあ、オキドキ打つとすれば朝一から自分でちょっと耕すしかなくなるんですけど、まあそういうこともちょっと視野に入れながらしばらく動こうかなと思います。よし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 、一回引いてからのチャンス目、とりあえず広角にはいってたかな、素直に。いや弱いな、ちょっとチェイスは弱め。よし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 、というわけで39ゲームチャンス目から開始です。ストレッだから、さあ
がほぼこれでついてくるんですけども、それでも当てておきたいね。そう、それでこれで 20%、25%、30%、1回ずつ。おい、人間、お前これもご主人の特殊だ。やっぱりよし、自己出しゲーム。いいよ、ということで、おそらく回転しからバイバイチャンス。よし、超バイバイなし。この2倍、これは相当弱い回揃い。いやいや、正直正直発見で8倍、しかも結構ベル取れたんで、これは嬉しい。残り250枚。はい、176ゲーム、508枚。さあ、あとこっからの問題は何回解除できるかですよ。そもそも解除に行かんかったか、もしくは解除に行ったけど先に漏れたか、わかんないですけども、解除なし。とりあえずこのまま50ゲームまで行きます。なのでその間にもう一回チャンス役を行こう。さあ引けず。はい、ということで AT 終了後51ゲームにてこの台やめて他の台を探しに行きたいと思います。今朝一からまだ2台しか打ててない状態なんですが、現状空き台の中でリセット狙いができる台っていうのはなく、まあ、ただですね、オープンしてからまだ時間が全然経ってないんで、まあ、焦って、ちょっと期待値のない台を打たずに、まあ、じっくりリセット狙いできる台を引き続き待ちで、店内状況によっては、まあ、いい台を探しつつ1日立ち回っていこうかなと思います。はい、次はエウレカセブンツ当日のボーナス469ゲームの台なんですが、まあ、この台手の狙いで打っていくんですけども、まあ、正直ちょっと早いんですけど、まあ、リセットの恩恵としてモードが、まあ、いいモード選ばれやすいっていうのを加味して、まあ、ギリギリ打てるんじゃないかなというところで、このエウレカセブンツ打っていきたいと思います。結局優位モードは1回も入らず、なのでモード不明。887ゲームから出ばちモード。うわ、なんかちょっと嫌な予感が。さあ発展して、はい、さらにチャンス目、900ゲーム発展。
最悪や。しゃあないですけど901ゲームということで、そのギリギリ天井いかず、シングル。さあなんとか ART のチャンスだけは欲しいな。おい、とりあえずノースのバトルはなんとか。ということでモンスターバトル、どうせいか、はい、ということで2ポイントかな。はい、ということでちょっと広角トレアークに引っ張られましたけど、85ゲームでこの間やめて次の台打ちに行きたいと思います。はい、次は、ビンゴプレミアムの当日ボーナス後249ゲームの台なんですが、現状波動も上がってきて打てる台がなく、まあ、この台ちょっと時間と投資かかっちゃうこと多いんですけど、まあ、期待値はあるんで、まあ、この台当たるまで打っていきたいと思います。最初からもそうなんですけど、今日は、まあ、その僕が前回来た時よりバラエティコーナーに人が多いんですよね。なのでリセット狙いもちょっと前回よりも打てなかったですし、この後もちょっとね打ちづらい状況ではあると思うんですよね、まあ、ただ時間はまだまだあるんで、まあ、できるだけちょっと数こなせるだけはこなしたいなとは思います。はい、509ゲームからチャレンジ。お、多分2引き揃いです。527ゲームチャンスオープン。総投資が14本。さあどうなるか。はい、3ゲーム。
今リプナビでベルソだったんで、208枚、よし、はい、ということでこの台は AT 終了後すぐやめて次の台探しに行きたいと思います。はい、次はクレアの気候での当日でガス算で現在129分の1の台なんですが、まあ、おそらく悪くても中間ぐらいはあると思うんで、まあ、クレアなら中間でも全然打てるんで、まあ、この台少し様子見で打っていきたいと思います。53分、チャンス目、はい、ってことで257ゲームかな、チャンス目からボーナス、とりあえず満潮でいきます。さあ、ここで確定形が出てくれたらね、一番楽なんですけど、はい、何も出ず、というわけで10何ゲームかでビッグボーナス、はい、枚数いくつ切れて599枚、開始、はい、599枚でこの乾燥分が外れ4回、よし、ザツリギュラーチャンス目から、34ゲームチャンス目、はい、37ゲーム、もうちょっとね、早く行けばよかったですけどね、レギュラーボーナス、
でクリアまだ僕1000ゲームも回してないとこなんですけども、まあ、なんとも分かんないんですけど中間はあると思って売ってるんですけど子役が全部悪くてボーナス関連も別によくはないで合算レギュラー確率も下がってきてるんでだいぶだからもうあっても中間ぐらいになっちゃったんでちょっとこの台やめてちょっともう一回しっかり台探しに行こうかなと思います。はい、次はビンゴプレミアムの当日ノーボーナス現在580ゲームで、まあ、この台もリセットされてると思うんですで、モード B 抜けなんですけども、まあ、ちょっと現状打てる台も他にないんで、まあ、期待自体はあるんでこのビンゴ天井狙いで打っていこうかなと思います。に定額の周期で当たりました1134ゲームわーまあまあまあふわふわしてくれたらいいんですけど行って等しかったかなっていう部分も正直投資が28本。まあ、3ぞろいなんで継続率に、はい、左パターン無理か。はい、98倍。はい、というわけで実施量が少ない状態で今度はやめて他の台探しに行きたいと思います。白の国編当日、まあ、初当たり何度か引いてる台なんですが、まあ、店内の状況を見てると前回僕がお邪魔した時よりも圧倒的に挙動の良さそうな台が多くてなおかつ残り時間も少なくなってきた。でこの台の履歴そしてちょっとデータを見てきたんですけども決して悪くないのでこの台いい台かどうか自分で判別しながら残り時間を追っていこうかなと思います。だいぶ稼働も上がってまあ午前中では全然見えなかった部分の挙動が見えるようになってきて前回僕来た時やっぱりいい台多いんですよね。で絆はそうでもないんですけどこの修羅でやったりあと A タイプあとバラエティコーナーで、まあ、結構良さそうな台があるっていう感じなんでこれがいつもぐらいであれば次回とかはもう朝一からもうガツガツ狙いに行ってもいいんじゃないかなっていうぐらい悪くなさそうな気はします。でもう時間もないんでゾーン狙いも台数殺さないんでちょうどそんな中空いてたこの良さそうな修羅なんでちょっと頑張ってこの修羅でまくりたいと思います。
なかったか。というわけで、天風の時270あるし、はい、ね、エアレジン乗せなし。周り見に行ってきたところで、まっすぐに打ち出せそうな台が空き台の中にはなく、で今サマイで結構マイナス2になってしまったところなんですけども、まあ、残り時間もあまりなく、まあ、いい台があれば、まあ、コス据えて打ちたいというところなんですが、まあ、可動も上がってきてるんで、まあ、これ以上待ってもなかなか開くことはないと思うので、まあ、今日はこのタイミングで実戦終了にしたいと思います。回収が50枚でした。お疲れ様です。実戦終了いたしました。本日の立ち回りなんですけれども、今までの傾向を踏まえまして、朝一からリセット狙いを中心に立ち回って、まあ、今日に関しては、なかなか台数をこなせそうになかったので、まあ、安い期待値のところは結構打っていったんですが、まあ、最終的に蓋を開けてみると、前回よりもかなり状況が良かったので、まあ、そういうホール状況というのをもう少し早くしていれば、まあ、無理にゾーン狙い天井狙いせずに、まあ、いい台探して立ち回れたので、結果はまた変わっていったんじゃないかなと思いました。本日の結果、投資2397枚、回収が50枚、サマイがマイナス2347枚という結果になりました。今回負けてしまいましたので、次回しっかり勝てるように立ち回っていきますので、応援よろしくお願いいたします。